はい。あ、どうも。久しぶりです。新さん、ちょっとエアぐらいでお願いします。いやー、マスクもしていただいて。ちょっと対面。そうですね。こういうインタビューとかも一切なかったんで。あ、なかった？はい、全然ないです。もうズームで。いや、ズームはちょっとあれじゃないでも。距離はありますしね。あるし。まあ、でも。いやー、今日でも寒かったけど、新次の顔見たらもうハッピーだからもうあったかくなっちゃった。あもそ暑い汗だくです今もまあまあ座って座って、はい、いや久々に久々に会いますもんね。そしていやそうなんですよ、2年ぶりぐらいだもん。あお願いします。お願いします。え、信じていいですか。もういきなりですけど、はい、もう久々で嬉しくてですね。え、これ取材なんでまず受けてくれたんですか。検索さんからもうって言われたらもうそれやりますよ。いやいやいや、それ小野信二特別もうゲストというまあそんなのあるんですか。これを作ったんですか。あ、本当ですか。どうですか。毎月取材をしていやいや、そんな取り上げてくれるっていうのは嬉しいことですしね。まあ僕というよりね、北海道コンサドーレ札幌をこうね、うん、取り上げてもらえるっていうのはありがたいことです。いやいや、で真珠をこう掘り下げていきたい。いやいや掘り下げて、まあ、結構あれ緩い感じでいいので、はい、もう楽に分かりました話したいなと思って。いいですか、疲れてる中。お願いします。じゃあまずね、障害契約まあ、っていうちょっと聞いていいですか。まあ障害契約っていうなんかちょっとこう大げさに出てますけど、まあ長く携わっていきたいっていう、うん、そういう気持ちがあったんで、うん、まあそれがまあ大きくね、うん、そうやって報道されましたけど。いやいやいや、でも正式にはまだね、なんかまあそうですね、別にそんなに何かが変わったわけではないですけど、うん、はい、でも生涯ということはもうずっとここにいてくれる。まあ何かしらの形で、はい、選手でなくてもっていう気持ちは、はい、あります。そう、でも選手ね終わってから何フロントとか指導者どうですかね。まあ僕が何をするべきなのかを自分で、はい、いや何でもできるだろう、考えて何でもチームのために。え、何に向いてると思う自分。どうですかね、まあもちろんピッチの上立つっていうのがね自分の中で一番ですけれども、そうそうそう、まあその中でこう、うん、まあなんかコーチというよりこう、うん、なんかいろんな人材を発掘してきてそれをチームに還元できる方の方が自分が向いてるのかなって思ったりもしたりもするし、うん、まあ、逆にあのチームをマネジメントしたいっていう気持ちももちろんあるんで、まあ、そこら辺はねなんかいろいろとまだ現役選手ってことがあって、うん、まあ、あんまり考えてはないんですけど、うん、まあ、まあこれから少しずつそういう道がの道に近づいていくと思うので、うん、でも真珠がここを決めてくれたその決断してくれたその理由、まあ、いくつかあると思うんだけど、どう今パッと浮かんでここでやるで生涯っていうふうに思った、うん、何か なんですかね。何なんだろうね、うん、まあ俺じゃないんだ。あ、いやいやいや、まあ警察さんはもうそれはもうだ当たり前のことなんで。いやいやいや、警察さんはもう当たり当然のことです。存在なのかなと思ったけど、だから沖縄に帰ってきてくれてまたやれるのかなと思ったんで。いや、そうです、勝手に思ってる。いやいや、ごめん、それは間違いなくあるんですけど。それ以外には、あ、まあ何ですかね、うん、こうなんかこうもっともっと上に行ける、うん、いいものを見れるっていうなんかイメージが、はい、うん、まあ僕個人だけじゃなくて野々村、うん、チェアマン、うんうん、もう含めて、うん、なんかこう話してる時に、うん、まあ、この先も長くそういうものをね、いいものを見に行きたいなっていう、うんうん、いうイメージはね、持ってましたね、うん、あ、北海道どんな存在新人って。いや、もうだって7年目ぐらいですか、僕もうここに来て。いや、結構いてくれるじゃない、5年いて、ここまで今2年目なんで、7年目ぐらいなんで、非常にこう、もうある意味ここがもう住処みたいなもんですから。あ、合う、合う。あ、いや、もうめちゃめちゃ合いますし、ね、人とのあのいろんな人の関係性もそうですけど、非常にこう住み心地もいい。職場？職場は間違いなく大丈夫です。間違いない。はい。いいよね、住みやすい感じ。人もいいですし、空気も綺麗ですし、なんかもうそうですね。まあここにいる時間が長いんで、すごくそこら辺は。で、北海道ね、はい、気に入っていただいて、それは、うん、もうそれはもうみんな嬉しいですよ。どういう道に行くかはもちろんね分かんないですけど、まあこれからちょっと考えながら。42歳で43になるんだよね。あ、でもなんか感じるとこあんの、やっぱそのフィジカル的っていうか体的に疲れが抜けにくくなったなとか。いや、そういうのはないんですけど、はい、もう日々
もう何ですかね、こう慢性的な痛みとずっと付き合ってる。さっきもずっとなんか触ってたしね。いやまあ、ね、いい時もあれば、なんかこう波があるんで、こう常にこう何かの痛みを抱えながらやってるっていうのは、まあまあ僕だけじゃなくて他の選手たちもそうだと思うんですけど、うん、まあちょっと自分なりにこう我慢でき しづらいというか、うん、もう限界ぐらいまで来てるなって感じそうしてるぐらいちょっと痛いかなって感じしてるんで、まあでもその中でもね、こうやってあの練習させてもらえる環境はあるし、うん、あのそういういろんなことをケアしてくれるあの監督ミシャルさんがいたり、うん、あのコーチングスタッフだったり、うん、メディカルスタッフはいるんで、うん、まあそれうまく付き合いながらやらさせてもらってますけど、あでも去年ね怪我なくやって、はい、ここまでもそんな離脱してるわけじゃないですね。そうですね、ないですね。元気にやってるから、まあ一応元気は元気なんですけどね気持ちは元気なんですけど、うん、体が元気じゃない。うわそれが一番きついです、ね、ちょっとこうギャップみたいなのが出てきてる感じじゃない、ね、体はあのねマインドは全然 OK なんですけど、体の方がちょっとね言うこと聞かないんで、まあちょっとしっくりは来てないですけど。あそう、はい、でも練習はね休むことなくみんな若いメンバーになって一緒にやってるじゃない。そうですね、まあ少しでもあの自分がね伝えられるものをあれば伝えていきたいというふうに思、うん、いうふうに思ってるんで、うん、まあそれが若い子たちはね、いい影響を受けてくれてたらいい、嬉しいですし、伝えてるし、若い選手何人となんか話したけど、やっぱり新さんと話すると気持ちが楽になるし、うん、やっぱアドバイスが本当に的確だから、あのそれをやってみようってなってるっていう選手は何人かいたから、うん、まあ、そう思ってもらえればね嬉しいですけどね、やっぱ期待する選手いっぱいいるでしょ、やっぱり。いや全員もちろん全員期待しますよ、ね、もっともっと自分の持ってるものってもね、うん、あの発揮してほしいと思うし、うん、まあ、少しずつながら、ね、こう変わってきてる選手も、ね、うん、何か見ますから、うん、まあ、それが少しずつでいいんで、うん、あのステップアップしていってほしいなって気持ちでいます。シンジはやっぱプレーしてる中で、なんあの途中とかで若い選手に声かけるっていうのが一番大きいような気がするの。そうですね、やっぱりそれが一番早いじゃないですか、うんうん、外から見て発言するより一緒にいる中で経験してることを伝えた方が、うん、あの感じやすいと思うし、うん、で僕自身も伝えやすいし、でまた一緒にボール蹴ってるとまた感じるものがあるじゃない、そうですね、若い選手たちが、はい、それがでかいと思うんだけど、ね、ですね、42歳で17歳の選手がいますよね。そうですね、もう僕は自分 の長女と同級生ですか、ね、本当そんな差あるけどちょっとなんか変な感じしない、そんなことない、息子みたいなもんですから、ね、でも本当にあのしっかりしている子であの選手たちなんで、あ、まあ、本当に頼もしいです。高校2年生でね、あ、西野翔太選手、うん、そうですね、能力高くない？高いですね、あのもともとこう練習とか参加してきてる時も、あ、この子すごいいいなってずっと思ってたんで、あ、まあ、でそういうね、あのいい選手っていうのはどんどんこう上に上げて練習させて、で良ければね契約するっていうね、もうそういうものがどんどん早くね、形としてなっていけばチームとしても底上げができるんじゃないかなというふうに思いますけど、ね、でもなんかやっぱ言う言葉っていうのが信じやっぱ響くから、みんな聞く耳あるし聞きたいしなんだろうね、まあどうですかね、まあ聞いていただければそれでいやいやいや、でも信じから意図的に行くっていうことは聞かれたらもちろんいい、そうですね、自分から行くことも、まあまあ、気になったプレーだとかそういうものが見れれば、まあ自分でそれなりにアドバイスしますけど、まあね、僕のアドバイスが絶対とかではなくて、僕は一つのオプションとしてあの自分の中に、あ、そんな考えもあるんだなってことが増えていくことが大事だと思ってて、あのこれっていうサッカーにおいて正確にこれっていうものっていうのは絶対はないので、こういうものもそのオプションの中に一つあるだけで自分のスケールが大きくなると思うしっていう部分は、はい、伝えてますね。でもまずはでもピッチ立ちたいよね、新人のプレー見たいから、まあ、みんな思ってるからね、まあ、ピッチは立ちたいってずっと思ってますけど、まあ、あの日々こうやって練習しながら、まあ、今年に関してね本当にいい選手たちがまた入ってきてくれたり加入してくれて、うん、で分かってもどんどん伸びてきて、うん、まあ、本当にこうチームとして去年以上に選手の人数もいるし、うんうんうん、増えてるね、はい、選手層も厚くなったと思うんで、まあ、ただそればっかりでねチームって勝てないと思うので、うん、本当そういうバランス、いろんなバランスを見ながら、うん、あのここまであの、まあ、リーグ戦ルヴァンで、うん、なかなかね勝ちきれてないっていうやっぱもどかしさはあると思うんだけど、うん、このシーンから見て、まあ、そうですね、まあ選手たちはね本当 100% 勝ちにいっている中で、うんうん、リーグ戦6分けで、うんうん、
ね、先日いっぱいして、そのいっぱいがね大敗だったんで、うん、まあすごく僕の中で正直大事な一戦だったなっていう、うん、なんかこのシーズンを変えていくなんか大事な一戦だったなって思ってた中で 5-0 で負けたんで、非常にこう、なんか感慨深いところありましたけども、まあ選手たちは本当切り替えて、とにかくその後の今度長屋さんの連敗を喫しないということが非常に大事なことなので、まあモチベーションも高く、みんなが上がってると思いますし、あの出てた選手行ったメンバーだけじゃなくて、こう行けなかった選手たちがどれだけこうもっともっと強い気持ちを持ってチームを後押ししながら、で自分もメンバー入るんだっていう、試合に出るんだっていう、ね、そういう気持ちを持ちながら日々努力しなきゃいけないなっていうふうに思いました、ね。でも出てる選手以上に出てない選手とかメンバー外の選手とかがどれだけのモチベーションでやれるかって、そういうのをシンジが見てるわけじゃない、多分見てると思うから、その辺を見てこいつはって思った時はポッて言って声をかけたり、そうですね、多分してるから、それはなんか感じるな、やっていきたいなというふうに思いますけど、負けた後とかさ、やっぱり戦った選手になんか声かけたの？いや、まあ負けると基本的に、まあ僕の持論なんですけど、負けた時っていうのはネガティブな発言しかできない、ないじゃないですか。ポジティブなことってほとんどないと思うんですよ。だけど僕は勝った時ほどネガティブに伝えた方がいいと思ってて、そっちの方が受け入れやすい、勝った時に反省しないことがやっぱ負けにつながってるんだなって僕は思ってるんで、だ勝ってる時に何が悪かったのか、勝った時ってみんなそれをおろそかにしてしまう、勝ったってことで、だけど勝った中にミスだったり、出来悪かったこともたくさん多分あるんですけど、完璧がないから、ね、だからそういうものを逆に追求していって、でそこに対するネガティブに発言しても、選手は受け入れやすいと思うんですよ。だからネガティブなと、その負けた時とかにネガティブな発言するとやっぱショックからまたショックを、ね、伝わるんで、だからあんまりそういう時はとにかく切り替えていこうっていうことをしか伝えない。そういうのは自分の経験から多分来てるんだろうね。まあそうですね、なんかそんな気がして僕の中では、って思ってます。全体見ながら、はい、そういう声かけのところも、はい、タイミングとかも多分、負けた時は明るく、そうね、はい、することが大事だなっていうふうに思います。もうおっさんがやるしかないと。そうです。率先してやります。きついけどおっさんがやる。はい、でもそれもやんないとね。まあそうですね。でもそういうの見て若い選手もね。まあでもあの本当にこういいバランスで、まあ一番上がいて中堅がいて、なんか若手がいてっていう、めちゃくちゃバランス取れてる、ね。バランスは取れてると思うんで。今シーズン特に。はい。みんなもそうやって気持ちもあの一つになって、そこはできてると思うので、あとは結果だけを、しっかり求めて次の試合に。結果どうやったら出せるのかね。いやまあね、簡単ではないね、相手もやっぱりいますし、ね、向こうも 100% 勝ちに来たいっていうその気持ちで来るわけですから、まあそういうものに対してどれだけそれを上回る気持ちを出せるかっていうのは、本当に一つ一つに繋がっていくのかなというふうに思いますけど。今シーズンちょっとプレー見たいですよ、はい、まあ、そういう機会をが出るように、あの練習から、まあ、アピールはしながら、まあ、監督とも、ね、コミュニケーションあの毎回取ってるんで、まあ、その中で、まあ、今いる現状あの選手たちの良さをいかに引き出すっていうことの方が、まあ、僕にとってはすごい大事なことでもあるんで。でも新人いろんな監督をやってきてるじゃないですか、海外でももちろんだけど、でもミシャっていう存在、ミシャ このサッカーとか、まあ、人間性とかどう？いやもう本当に素晴らしいってね、僕が言うあれでもないですけども、やっぱりこうこんなに愛される、周りからね、選手からスタッフから愛されるような監督ってなかなかいないと思うんで、まあそこはやっぱりから、ね、今まで培ってきた何かそういうものがあると思いますけど、やっぱり常にこう感謝の気持ちを忘れないっていう、そこの姿勢っていうのがね、やっぱこう人を呼び寄せるというか、ものは感じてるんで。だからなかなかなんか俺もそうだったけど、その監督のためにっていう監督で、そうですね、いない時もあるじゃないか、でもミシャのためにみたいなのがあるじゃん、ね、気持ちありますね、全然それがなんかすごい感じるかな、でミシャもやっぱりこう選手のためにってね、サッカーを本当に24時間ずっとこう考えて、てくれてるっていうものもやっぱ感じるんで、まあ、そこはやっぱ選手は逆にそれは甘えないで、まあ、いい結果をね出して、ミシャ喜ばしてっていう、ね、気持ちはすごく強くありますね。コミュニケーションもよく取ってるもんね。はい、僕はもう頻繁に取ってる。あれ、どういうの喋るに？いや、まあドイツ語で喋ってくるもの、まあドイツ語で返せるときは返しますし、じゃないときは英語で返したりとか、まああと、ダイさんもいたりするときは、まあダイさんが通訳してくれたり。ああ、そうなんだ。
ちょっと今ドイツって出たけど、ちょっとワールドカップだね。あ、そうですね。同じ同組ですもん。どうドイツ。初戦ですもんね。そうよ。まあ正直見た時はすごい、あ、すごいとか入ったなと思いましたけど、うん、でもやる選手からしてみたらね、うん、そんな素晴らしい大会の中でそういうチームと逆にやれるっていうね、うん、そこに関してはすごいいいことだと思うし、まあ、別に気負うことなく、うん、海外でやってる選手もたくさんいるわけですから、うん、別に、名前でね、うん、その戦ってるわけじゃないんで、うん、選手たちがどれだけ勝ちたいかっていう気持ちが強くなれば強くなるほど、うん、いい試合ができると思いますし、3回出てるでしょワールドカップ、まあ、3回出て、まあそうですね、出させてもらってますけど、まあ本当に運よく、まあその中で3日日本大会もあったんで、まあでも本当にこうなんですかね、まあもっともっとあの時こうしとけばよかったっていう記憶しかないんで、うん、そこら辺はいいあれがない、うん、あんまないですね。あ、そうなんで、やっぱりこう出る選手たちっていうのはもうその、うん、一瞬一瞬を大事にやってほしいなっていうふうに思います。あ、うちから誰か入んない？入ってほしいですよね、うん、正直誰パッと入ってほしい選手。いや、まあちょうだい、俺は高峰智樹とか、智樹すごいやっぱ僕をしてずっと良くなってるなって思ってたし、まあ、拓郎もそうですし、あ、金子拓郎さん、はい、うん、まあ、そこら辺はね、魅力はありますけど、うん、まあ、今の日本代表のサッカーに合うかとはちょっとね、何とも言えないですけど、まあ、行ってみてほしいなと、 やってみてほしいなっていうのは感じますよね。でも今入れなくても将来的には絶対に、そうです ね、まあ、引っ張っていってくれるような選手たちがあるんで、ね、本当に頼もしくなってきてるんで、いいですね、はい、これからじゃないかなっていう。それはもう新次さんのアドバイスじゃないですか、やっぱりみんな、ね、その時にまたいい方向ができるように、まあ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 、チーム頑張ってきます。新次だ、新次だ、このままで、はい、やってきます。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。